はい、どうもゆうすけです。本日は翡翠大研究のレイドデイということでやっていきたいと思います。今回のね、翡翠大研究は星3レイドということで、まあ一人で倒せるんでね、まあがっつりやっていきたいなと思っております。今回はチケットを買いました。前回のメガガブリアスの時はね、まあ一人で倒せない子だったんで、どれだけできるかがわからなかったんで、まあチケットは無難に買わないでおいたんですけども、今回はチケットを買ったので、まあチケット分と、無料でもらえる分と、それから昨日分の無料パスと今日分の無料パスなんで、合計15戦ですね、できると思います。色違いももちろん欲しいんですけども、一番は不思議なアメ XL ですよね。どうやらこのチケットを買うと不思議なアメ XL の確率が上がるらしいんですよね。それから今シーズンですね、は現地レイドの不思議なアメ XL のドロップ率が上がるということで、まあ、15戦で果たしてどれだけ不思議なアメ XL が落ちるのかということをね、検証していきたいと思います。いつもチケット買うかどうか悩むんですけども、まあこの不思議なアメ XL がどれだけドロップするかってとこが気になりますよね。まあチケットね、700円買っても不思議なアメ XL 全然ドロップしなかったらね、買う意味ねえじゃんってなりますからね。まあそれを今日は検証してね、まあ今後このレイドイベントに対してどう向き合っていくかというのも発揮させていきたいなと思っております。ではやっていきたいと思います。対策パーティーはこちらですね。まあ水アクタイプということで、月光河と同じタイプなんですよね。各タイプのアタッカーをまあダラダラダラって用意したっていう感じですね。一人フレンドさんがリモートで入ってきてくださいましたので、地元のフレンドさんですね。なんで、まあ、やっていきたいと思います。まあ、二人だったら、まあ、秒殺まではいかないけど、まあ、割と瞬殺なんじゃないですかね。二人だと大体50秒足らずで討伐できましたね。そして、アイテムは、金釣り、マトマシスペシャル、いいよ。マトマシノーマルも OK ですね。シグナーメが8個で、落ちないんですよ、シグナーメ XL ね。ウォーバトルリーグをやってるとですね、技マシーンがどんどんなくなっていくんですよね。特に技マシーンスペシャルですね、が本当に足りなくなっていくので、技マシーンスペシャルも今日は稼ぎたいと思っております。そして、色違いチェックです。一発目から色違いなんてことはないよね。なんてことはないですね。まあ、15戦できるんでね、さすがに1戦ぐらいは色違いなんじゃないのかな。さすがに1戦ぐらいは色違いなんじゃないのかな。2戦目は、まあ、1人いないそうですね。で、まあ、さっきやってみた感じで、まあ、1人でもね、やっぱ星3ということで、楽勝なはずなんで、1人だとどれぐらいで倒せるんですかね、ちょっとやってみましょうか。でもやっぱね、星3で来てくれるのはね、ありがたいっすよ。1人でできるのはね、やっぱいいっすよ。90秒ちょいで、討伐できる感じですね。OKOK。いいですね。さあ、アイテムは、不思議なアメ XL落ちるでしょうか。金の髄の実。ワトマシンスペシャルありがたい。すごい傷薬。原価券。落ちねえじゃねえかよ、おい。全然落ちねえじゃねえかよ、おい。全く落ちる気配がないですね。では、色違いを出していきましょうか。ティーン。色違いではありませんでしたね。この翡翠大研究は、ワンチャン PVP でもありそうなんですよね。技構成が結構ね、見たら優秀だったんですよね。なんで、まあ、レイドさんのね、答えだと答えしたくなっちゃうんで、まあ、交換厳選ですね。いわゆる下げ交換できるぐらいの答え。まあ、今日15匹確保できるんでね。まあ、確保して、まあ、後日ですね。まあ、下げ交換でやっていきたいなと思いますね。あれ、なんか固まったよ。大丈夫ですか、ナイアティクさん大丈夫。あれ、倒せないこれ。なんか倒せないバグに入ったよ。なにこれ、大丈夫。ちょっとポケモン変えるわ。大丈夫これ。ポケモン変えて、なんかちょっとナイアティックさんやらかしてる。あ、ポケモン変えたら治りましたね。ちょっとナイアティック、やらかしナイアティックかと思ったけど、なんとか対処できましたね。いや、大元気でエラー起こるかすごいですね。不思議なアメ XL ください。金釣り。ワトマシンスペシャルは大歓迎。いっぱい欲しいです。すごい傷薬。おえ、今3個落ちたよ。マジか。3個落ちるんだ。すごっ。こんなに落ちるんだ。すごい。色違いも来てください。お願いします。そんなわけなかった。これで6戦目ですかね。まずリワードを見ていきましょう。金の髄の実、OK、ナイス。ワトマシンスペシャルコンスタントにぶられてるのはいいですね。また不思議なアメ XL。結構落ちますね。そろそろ色違いを出して安心したいですが、安心できませんでした。はい、ではそのまま隣入っ
ちゃいますね。あと10分しかないんで、やっておきたいですね。まあ1時間ごとにサイクルなんで別にいいんですけども、まあね、一戦でも多く早く紹介したいんで、まあここはパッ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 行きたいと思います。以前のレイドデーは1時間ごとのサイクルじゃなくてがっつり3時間だったんで、一度やったジムはもう一回できなかったんですよね。だからめちゃめちゃ本当にもう都内に行かないと、そうそうジムがやるジムがねえよっていう状態だったんですけども、今は1時間ごとなんで、まあ1時間でね、まあ行ったり来たりしてればまあずっとできるんで、この1時間ごとローテーションね、すごいナイスですよね。これで7戦目ですかね。金の髄のみ、技押しスペシャル安定で村へというのはナイス。あー、村へなさそう。村へなさそうですね。では村へなかった分、色違いはどうですか。あー、通常色でした。これで8戦目終了で、ちょうど最初の1時間が終わるっていう感じですね。不思議な雨、XL クラスさん、あ、いい、あ、技のスペシャル2個はナイス。もらえませんでしたね。前半戦で色違いを出して安心したいです。そんなわけありませんでした。では、この子をゲットして、で、次の1時間がまた始まるので、まあ、今来た道を往復して、あと7回ですかやっていきたいと思います。はい、ではなんだかんだ言って13戦目ですね。未だに私色違いが出ないので、なかなかに焦っております。いやー、4、5000ぐらいで出す予定だったんですけどね。まあ、あとこれ入れて3戦しかないというところで、地味に色違いがこのまま出ないではない、出ないのかなという、焦りとともに戦っております。不思議な MXL は今と結構落ちてますね。まあこれは課金効果ですね。今回も落ちるかな。あー、落ちない。あー、落ちた。2個。これに関しては課金してよかったなと思いましたね。2個はでかい。そして寝川くんはこれ色違いを出して安心したいです。あー、そんなわけない。そんなわけない。完全に沼りましたね。はい、ではスタート地点に戻ってまいりました。残り2戦ですね。これで色違いが出なかったらゲームオーバーっていう感じですね。14戦目です。お願いします。わー、マジかよ、マジかよ、めっちゃ沼ってんな今日。ではこれが最後のレイドパスですね。これが最後です。ではもうこの最後、この一戦にかけたいと思います。最後は一人ぼっちでの討伐でございました。うわー、これで色違いが出なかったら、ゲームオーバーというやつでございますね。不思議な MXL は、いただけるのでしょうか。わざわしスペシャル毎回落ちてますね。これはナイスですね。今日でだいぶ稼げたんじゃないのかな。不思議な MXL は落ちない臭い。落ちなかったですね。というわけで、色違いがどうかです。いや、これで出なかったら、ちょっとこう、レイド系イベント久しぶりの完全敗北ということになります。なんだかんだ言って今まで出してましたからね。では行きます。お願いします。さすがに、色違いなんじゃないのかな。お願いします。ああ、まあこういう日もあるよ。いやー、出なかったか。まあやろうと思えばね、あのミドルパス使ってね、あのこんだけあるんでもっと無限大にできるんですけども、ただまあこれ以上やってしまうとですね、ザッツナイアンティックってやつですね。ちょっとナイアンティック あの手中にはまってしまうというか、ドソムにはまってしまうと思うので、ここはね、堅実にね、確実に賢くここで撤退したいと思います。これ以上やったらね、もうどんどんドツボにはまってやばいことになる気がするので、まあ時にはね、まあ、切り上げることも大事だと個人的には思います。この後ですね、控えているのが、まあ噂されているのがディアルガのオリジン、そしてパルキアのオリジンフォルムとか来ると噂されているので、本気を出すべきところ、がっつり課金すべきところはそういうところだと思うので、まあ今日はこれぐらいでちょうどいいんじゃないのかなと思います。色違いは出ませんでしたが、不思議な MXL は9個落ちました。まあ平均して2000に1個ぐらいのペースですね。思ったよりは落ちましたね。まあ700円課金して不思議な MXL9 個、まあこれを高いと思うか安いと思うか人それぞれだと思うんですけども、とりあえず落ちてよかったと思います。皆様はこの翡翠大剣記のレイドで参加されましたでしょうか。いかがでしたでしょうか。もしよろしければコメントの方ですね、どんな感じだったか、皆様の状況を教えていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。それからまずもしですね、まだチャンネル登録されてない方いましたら、ぜひこれを機にチャンネル登録、それから高評価、何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でよろしくお願いします。アディオス。